全国8000万人の西村経済担当大臣ファンの皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はね、西村経済担当大臣が極めて厳しい口調でこんなことを言いました。言い訳は通用しないというね。かっこいいですね。さあ、どんなことを言ったんでしょうか。そしてこの国は企業の自由意志はもうないんでしょうか。共産国家なんでしょうか。恐ろしいですね。なんとですね、テレワークを導入しない会社に対して、あれやこれや事情がある、時間がかかるという、そういう言い訳は通用しない、すぐに7割削減だってことね、言ってはるわけなんですよ。ただですね、いやね、西村経済担当大臣ね、あなたのところがまずテレワークでしょね。スマホも持ってないんじゃないですか。 LINE ぐらいできますか。西村経済担当大臣、国民にお願いするばかりして、皆さんはね、国会にいる皆さんは何にもしてないじゃないですか。何なんですか。感染対策が成功したとしたら、それはですね、国民がやったことに対してですよ。別に政府の指示を待っていたらなんてないですからね。それこそね、自分のお店とか会社を潰しながらも我々は近隣の地域を守ったわけですよ。なのに何ですかね。うまくいったらいったで自分の功績みたいに語る、うまくいってない時は国民の理解が足りてないとかね、めちゃくちゃですね、言い訳は通用しない。まさにそれはね、西村経済担当大臣、あなたに向けた言葉ですよ。ということで、ちょっとね、画面の方を切り替えて見てみましょうか。いやね、いつもね、この人はね、なんでこんなに我々を怒らせるんでしょうか。はい、記事の方ですけども、西村氏、言い訳通用しない、テレワーク実施企業に迫るということですよ。繰り返しますよ、言い訳は通じない、ね、コロナ禍の中でテレワーク在宅勤務の推進を進めぐり、西村経済担当大臣は17日の記者会見で企業に厳しい口調で対応を迫った。政府は緊急事態宣言が出ている10都府県でテレワークによる出勤者7割削減を呼びかけているが、思うように浸透していないからだね。もうね、この人たちの言うことを聞いてやることが尺ですね。結局うまくいったら自分たちの功績にして、うまくいかなかったら国民の理解が足りてないとかね、そんなこと言うわけでしょ。何、気の緩みが出ている、お前だろ緩んでるのは、キャバクラ行っときゃ夜この野郎って感じでございますね。西村氏は同日夕方、テレワーク実施状況の日米比較などを取り上げた政府の成長戦略会議ね、日米を比較するんだったら財政出動の金額を比較してくださいね。200兆円出てるじゃないですか。我々には何かもらえないんですか。どうなってるんですか。ということで、今日はこのぐらいにしておきましょうかね。西村経済担当大臣はね、私たちにどんなことを言ったのか思い出してみてください。夜だけではなくて昼間も外出を控えてくださいと、こうって言われましたね。お前が控えろって感じですよね。控えおろうという形でございまして、今日の放送は以上でございます。それでは、懐かしい西村経済担当大臣の動画の方をご覧ください。いってらっしゃい。外出も控えてください。令和の名言、夜だけでなく昼の外出も控えてください。